はいどうもシャーロックです。本日はピザを焼いてみようと思います。これでね、じゃあ早速行ってみましょう。はい、それじゃあね、今から焼いていくんだけど、今回のシステムを紹介します。普通ダッチオーブンでピザ作るときって上に蓋にね炭を乗せるんだけど、今回はハーフサイズってことを生かして炭なしでやってみようと思います。でダッチオーブン今逆さに乗ってるんだけど、これ理由が後でわかります。それじゃあね、早速焼いていきましょう。はい、それじゃあね、今からウィスパーライトをプレヒートしていきます。今回使う燃料は灯油です。それでは早速火をつけていきましょう。はい、火がついたね。ちなみにウィスパーライトってね、火をつけるまでに上昇気流を妨げるような、例えば鍋とか上に先に乗っけちゃうとプレヒート失敗するね。火がつかないね。そこちょっと注意が必要かもしれない。よっしゃ、ダッチオーブンを乗せて温めていきます。ちょっとカメラの位置が難しいな。さて、今回グリップちょっとこっちのグリップに引っかかって取れないから、このままつけっぱなしにします。これで10分ぐらいダッチオーブンを加熱します。はい、それじゃあそろそろ10分経ちましたので、今からピザを乗っけていこうと思います。今回使うのは、市販のピザ、なんかね、見えるかな、ちょっとモニターがギラついてて、この辺かな、映ってるかな、なんか日本ハムの粗挽きソーセージってやつ、これを焼いていこうと思います。もう日に当たっちゃってね、見えるかな、チーズが半分溶けちゃったね。ま、気にしない気にしない。それじゃあね、早速ピザを乗っけていきましょう。草が乗った。よっしゃ、はい、入れました。この状態でね、だいたい10分ぐらい焼いてみようと思います。やっぱりね、家でやるとオーブンでみんなやると思うんだけど、まあそれよりかは時間かかっちゃうよね。はい、それじゃあね、そろそろ10分経つから中の様子見てみようか。風が出てきたな、風大敵。まあ焼けてるとは思うけどね。それじゃあちょっと開けてみましょう。おお、結構な焼け色ついたね。よし、もう下ろしちゃう。あれ、うまく入らない。
あれ普通ひっくり返すと消えるはずなんだけど、これ消えないね。まあ普通に止めちゃいましょう。はい、じゃあね、早速食べてみよっか。あ、うまそうに焼けてるよ。ちょっとくっついちゃってるね。あ、いい感じいい感じ。見えるかな。この辺とかね、しっかり焼け色ついてるね。ほんで、炭使ってないけど、チーズは十分溶けたし、いいんじゃない？ちょっとこの辺に焦げ目があるね。見えるかな？ここかな？ここに焦げ目があるね。上までちゃんと熱は来てます。裏はね、見にくい。あ、いいんじゃない？見えるかな？おー、チーズが垂れる。こんな感じで焼けてるね。はい、十分炭を使わなくてもできました。さすがハーフ、熱がこもって炭なしでも、うまく焼けたね。じゃあ早速食べてみましょう。あ、十分十分。見た目も食べても大丈夫。うん、カリカリ食感。うまい。まあ市販品だからね、そらうまいわね。はい、じゃあまとめよっか。普通ダッチオーブンでピザ焼くときは、まあダッチオーブンの利点を生かして、まあ下からも上からも、上の場合は炭乗っけてね、温めたりするんだけど、これハーフサイズだから、ちょっとこうやって見えるね、ちょっとこうやって浮かして真ん中にしてやれば、ちょうど均等にね、あの熱が伝わると思ったので、ちょっと今回やってみたんだけど、うまくいった。炭なしでピザを焼くことができました。そんなところかな。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。